節分、節分。2月3日は節分の日です。節分の文字の意味は季節の変わり目です。日本では季節の変わり目に鬼が来ると言われています。鬼とは目に見えない邪気のことを指します。鬼を追い払うために人々は煎った大豆の豆を家の中と外に撒きます。これを豆撒きと言います。鬼のマスクをつけて豆を投げつけられるのは大抵お父さんの役目です。豆撒きをするのは悪いものを家から追い出して幸運を家に呼び込むためです。豆を撒くときは鬼は外、福は内と大きな声で言います。豆撒きの後、人々は年齢と同じ数の豆を食べます。年齢より一つ多く食べると、その年は風邪をひかずに健康でいられます。恵方巻き。恵方巻きは節分に食べると縁起がいいと言われています。恵方巻きを食べるときは、その年の恵方に向かって願い事をしながら無言で食べます。寿司を食べている間にもし話してしまうと幸運が逃げると言われています。2018年は南南東を向いて恵方巻きを食べます。恵方巻きが苦手な人のために近年では恵方巻きに似たケーキを売る店もあります。節分は幸せと健康を祈るための伝統的な行事です。鬼は外、福は内。